はい、行きましょう。全員さあ海を越えてトロピコアイランドに行きましょう。これもさ、なんかマリオストーリーのあそこを追う、はい、グダイン、バッテンブラック、あ、ペケダーのことかな。ペケダーなんだろうな。あのバックンフラワーのとこ思いますよね。はい、よいしょ。さあまあさあ危険な場所だから、まあ止めるわな。まあ一日経ったってことか。はい、で、2日経って3日目か。あー、多分なんか起こるんやろうな。歌ってる。ほう、あ、そうなんだ、そういうタイプか。止まった。まあ不安的中じゃねえかよ。はい、てか船の異常って上登って解決するもんなんかい。ん？なんだ？炎が出てきたぞ。熱くないんかなって思うんだけども。うわー、めっちゃ来た。バトルとかなるんかな。めっちゃ青くなってる。まあ好条件を打つ時はかなり無理があるけど。わー、マンレルさんが、いや無理やろ。わーお、わー、みんな落ちてるやん。ひでえな。これ船長、あ、船長マリオか。マルコの略称何やったっけ？リーダー。あ、そうなんだ。まあ、あるあるだな。あー、マジかよ。もう限定だいぶ絶望やけどな。受け取りました。はい。まあ、海水ってことなんやけど、まあそりゃそれうまそうやけどな。ほう、マジで探してはいるんだろうな。ほう、3日経って、
まあ無人島の生活か、サバイバル生活ね。あ、誰か助けに来ないかなってことか。はい、うわい。さあサバイバル生活がスタートしたわけですけども、はい、待たせたいな。やまびこちゃうねんから。まあ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 、でこっち、あの彼はいるのかな。いるいる、コブロンだ。はい、あはははい、はい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 、いただきません。はい、すいません、すいません、これ お決まりのやつなんです、すいません、すいません、すいません。じゃあ行きましょう。まあ皮肉なことに、まあまあね、皮肉なことに店長の弟の夢が叶ってしまったわけだけども、ようアイテムあったな。喧嘩すんな、仲良くしろ。こんな状況で喧嘩なんかするんじゃない。爆弾やろう言うなよ。なんであいつがいるの。うん、また出たの。じゃあ普通にもう真っ昼間にお化けが出てくるのかよって感じだけど、戦いますか、戦いますか。はい、で、アイス殴りをつけてます。はい、で、物知りしましょう。クリスティーヌは相性悪いよね。はい、エルモスって言うんだ、かわいい。ハッ、はい、弱い。ゲイ、あータイミングむずいな。タイミングむずいよ。どうしよっかな。仲間チェンジ、取り引き、抜けてる。残ったろう。残ったろうに帰って、シビビンコーラ。はい。で、アイスナグーリー。はい、ゲイ。んーで、結構いっちょうか。で、福浜でいけるでしょう。あ、もうレベル上がったか。はい、まあ普通に回復できるからよかったね。はい、まあここはバッチを上げよう。バッチポイントがねちょっと足りなくなってきたんで、フラワーポイントはまあまあまだ大丈夫でしょう。はい、どうでしょう。あ、まあ調子いいかと言うとんな。ちょっとそれはちょっと、フェアに行きなお。おイエスマンどもが、イエスマンどもが結局いかなかんのかい。はい、あちゃ
ビリヤじゃない。まあな。はいはい。はい、まあ、あ、カネキと一緒やな。一印象が。ケツが聞きたい。なんか追加されてんのかね。追加されてな、いいかな。はい。はい。で、ちょっと入って。預けに来た。さっきはタンコブを預けましょう。で、結構料理を作ってもらってます。え、まあ、爆破卵もね、預けようか。まあ、こんなもんかね。はい。で、まあ、もう一回セーブしていって、回復はレベルアップで収容してるので、おう、手書きだった。じゃあ、行きましょう。ほいほい、なんかいる。こいつさ、ウーロン街戦ってるよな。だよね。じゃあ、ちょっと戦闘カットしよう。はい、倒しまして。はい、トロピカルマンゴーが落ちてるか。で、バッチなんだろう。ん？取れない。はい、何バッチ？混乱殴り、あーまあ使うかな。はい、カチカチコーラか。おー、この辺何もなしと。はいはいはい、また敵がいるね。はい、眠れよいこの外っか。なもなしと。はい、行きましょう。はい、なんかあった。ミミニくん、はい。まあ、ここは最初の敵だから、はい、ガツン殴りでもいくか。ほう、なるほど。あー、しちゃった。で、攻撃かな。で、影抜けパンチ。えい。えい。フラワーポイントがよくありがたい。トン。はい。はい、倒したので、はい。で、チビヨッシーかな。うん、人も違うんだよね。あー、面白いだ。はい、これなんだ。あー、そこから行けるってことか。あー、間違えた。
あ、なるほど。はい。あ、間違えた。はい。さあ、とか。はい、コイン見せてもらって。雷ドッカン。で、ここってさ、覚えてたんですよ。覚えてたんですよ、こういうのは。はい。ああ、またいるのか。ああ。お、お。おー、イケメン、イケメン。大丈夫か。いや、ペケだ、ペケだ。ペケだ、お前。ペケだ、お前。なんだ。だから、メタ発言すんなって。メタ発言すんなって。画面の前って言うなよ。まあ、確かに。多分リメイク前だとさ、ゲームキューブって、まあ、テレビでしかできないからさ、どこ行ったんやろ。まあ、テレビできなかったけど、スイッチは、テレビでもできるし、まあ、持ち運びでできるから、どっちでもいいように、画面にってなったんやろな。おぉ。はい。はい。ちょっとさ、アイテムがちょっといっぱいになってきたんで、使っちゃいましょうか。で、仲間チェンジ、ノコ太郎の、もう、チビビンコロで倒しちゃいましょう。OK。OK。で、はい。OK。どうした、マジか。おお、バレさん、あんた死ぬのか。ヴィンテージレッド。おお、はいはい。ヴィンテージレッドがどっかにあるのかな。おう、ああ、多分あれですね。マルコの野郎が持ってたやつですね。はい。で、戻って、まぁ、ちょっと気になるところはいろいろあるんですが、アイソチカーラ。さっきやっちゃいましたよ。で、奥に行きたいんですが、こっちは？あー、なるほど。次よし。はい。まあ、隙間から落ちでも、いけるっちゃいけるんですけど。はい、入って、ヤシン、あ、そうなの。はい、あ、マジか。
いや、ヤシの実はちょっと何度でも取れるから、まあそれ一旦1個あればいいからね。まあここまで食うのは面倒ってだけなんで、はいはい、まあ消えたけどまあいいでしょう。はい、戻ってきまして、ちょっとセーブして、ちょっとアイテムの整理をしましょう。ロイヤルゼリー預けて、売りに来た。ミニミニくんいらん、使わんかな。で、預けに来たで、カチカチコーラを預けよう。そんなもんか。はい。で、反射しましょう。気のせいじゃないんです。見せやがって、お前ら。人出なしみ。まあ、メガバッテリーにそんなこと言うのはあれやけど。足りません。足りません。助けたんですけど。おい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 。何ですか？まだ私っていいね。ああ。はあ、まあ正解ヤシの実なんですけど、まあ一旦ちょっと別やつあげてみよう。あ、そうなんだ、そうなんだ。あ、ヤシの実で、はい。いや、それでもいいけど。は、はい。あ、そうだ。あの、ちょっと。トロピカルマンゴーを預けて、ちょっと、なんだ。カメカミティがちょっと、意外とあの、あれを、フラワーポイント消費が激しいので、まあ、いるかなと思って、取りましたので、はい。じゃあ、もう一回戻りましょう。はい、テーブルアップ。ここにフラワーポイントしようかな。ちょっと足りなくなってくることが多くなったね。はい、戻ってきましたよ。はい、インテリレット。はい、爆発はしないでくれ。まさかのバレエさん、バレエさん。寝てるだけ。はい、いや、あの寝ぼけてるね。いや、まあね。おお、仲間になった。はい、登録説明。はい、
あ、なるほどね。ようやくここで爆発か。まあ、マリストリーところピンキーだね。はい。なるほど。おい。OK。さあ、さあ。OK。まあ、じゃあ一旦戻るのか。はい、戻ってきましたね。結構何回も聞きしないといけないの結構面倒だな。復活したぜ。ほんまか、お前。ほんまか。まあ確かに。まあそれはそう。まあそうだね。はい。まあ多分さっきのドクロジュエルが必要ってことなんだろうけど、まあ確かに。いやでも、いやあのドクロジュエルだけ持っててくれればいいので、はい。まあここのイエスマンは許そう。はいじゃないんだよ、はいじゃないんだよ。でこれ一緒にの、あ、こんなにちょっと重くなっている。じゃあ行きますか。はい、三度戻ってまいりまして、ここは何もなし。はい、これ実はなんかあの歌がさヒントになってるんだけど、はい、赤ひげ3回。まあ、実際ほぼ多分3回死ぬってことは、で、いや間違えた。いいか、あれか、これ先やないとダメなのか。インテリエット、はいはい、ちょっとさせん。はい、確かにな。せやな。ドクロジュエル。はい。ありがとう。はい。じゃあこれをはめて。あ。はい、それで、これやるってことか。はい、で、
どういう仕組みなんやろな。っていうか、ここでさ、反応、独自が反応するってことは、もともとここにあったものってことか。じゃあ、はい。OK。あ、そうそう、させん、させん、させん。じゃあ、多分、過保護じゃないんじゃない？多分。もともとここにあったもんなんやで、きっと。まあまあ、はい、はい。は、はい。中にセーブポイントあったかな？確かに。入ろう。はい。自ら帰っていったけどな。おお。なんだ？海賊の洞窟。あ、セーブポイントあるね。はい。じゃあ、ということで、今回は、この辺で終わりにしようかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい。それでは。